します。ショープロが新たに送る新世代バーチャルヒーロー、うん、ストリーマンです。皆さんはじめまして、バーチャルヒーローのストリーマンです。おこれはどういった体験ですか？はい、これはですね、現在発売中の PS4 ソフトマーベルズスパイダーマンを使ってのゲーム対決。このゲームの舞台であるニューヨークのエンパイアステートビルから、映画でもおなじみのアベンジャーズタワーまでをどれだけ早く移動できるかを競ってもらいたいと思います。皆さんが聞いたところによると、はい、発売日は有給応答でやりまくったそうです。そうです、4日連続で。おお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 おいいですね。え、いいんじゃない。おいおおこれじゃないよ。こんなに古くないよ、アベンジャーズタワー。これはダメだよ。もうちょっと新しいよ。ゴールはアベンジャーズマークのところなので、マークのところ急いでピュッピュッピュッやって、ピュッピュ、はいはい、もうちょっと右、もうちょっと右、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 なんで降りた。よーよー、十字のタイムは1分56秒。ずるくない、こいつ気が入ってない。これによって何かあるってことはないですね。これはないですね。戦闘の時に役立つだけなんで。なるほど。おお、うまいうまい。うまい。ということで、そうなの。ちょっと待って。よっしゃー、ゴール。まだ止まって。気になるストリーマーのタイムは1分29秒。ストリーマンは、はい、いろんなことに挑戦していくということでよろしいでしょうか？はい、もちろんです。やれるか？ゲーム実況やもちろんキャラクターの紹介だったり、最新映画の紹介だったり、あとストリーマンおもちゃが大好きなんで、おもちゃのレビューなんかもしていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。